どういうことだ、これは。お前は忍者失格だ。渦巻ボルト、使用禁止忍具の違反により失格。ようやく見つけたぞ。父ちゃんの後ろに下がれ、早く。あの目、白眼。あの二人、まさか。風影様、早く逃げろ。力だ、使わせるわけにはいかない。吸い取られた。我は大筒木桃式。その森役、大筒木金式にござる。名はかぐやの仕事のやり直し、チッタチャクラの実を回収し、神樹を再生させることよ。来い、金色。はっ。ボルト、無駄なことを。里は俺の家で、みんなは俺の家族だ。お前の好きにはさせねえ。父ちゃんにこんな力が。いつまで持つかな。俺のチャクラも使え。お前がやられてしまえば、ここは終わりだ。子供たちを頼む。わかった。これで終わりだ。ここは…ボルト…サラダ…父ちゃんは…七代目は…みんなを守ってくださって…したんだよ、母ちゃん…何があったんだ。倒れたナルトを連れて行こうとした。それをヒナタが止めようとして、里のみんなを守るのが自分のすべきことだって。里のみんなを救おうと敵の攻撃を一身に受けて。ボルト、よかった、無事だったんだね。おかげさまも無事なはずだ。見てたかよ、俺の大勝利。地下台には負けんなよ。二次試験では今度こそ活躍して、絶対に俺を認めさせてやるからな。くそ。
あいつは無事だ。後のことは俺に任せろ。じいちゃんの写真。達成の俺の方だ。その通りだな。サスケさん、助けに行くぞ。父ちゃん生きてるの？だが少なくとも死んじゃいないってことだ。奴らの居場所も巻物に記されていた。おそらくナルトもそこにいるんだろう。私らを敵に回したこと後悔させてやろうじゃない。何をしているボルト。おいおい冗談だ。奴らは危険だが、それを承知であえてお前を連れて行くのには理由がある。こいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。お前は本当は強い忍びだ。何よりお前はナルトよりうすらトンカチだ。だがその前に渡しておきたいものがある。パパ、パパも気をつけてね。ちゃんと戻ってきてよ。もちろんだ。こいつを通って奴らの元へ行く。ボルト、やっと忍びらしくなってきたな。行くぞ。待ってろよ父ちゃん。なんとバカでかいチャクラだ。時間のかかる。手軽にはいかねえんだってばよ。俺ら忍者ってのはな、チャクラの身になってしまえばただの餌よ。行くぞ。あのクロマントのリンネガンか。大丈夫かよ父ちゃん。ボルトはその服。ま、忍者になったってことさ。ボルト、今まですまなかった。やっぱり俺父ちゃんのこと何も知らねえんだよな。今まで通り、そう、今まで通りでいいってばさ。よし、みんなを守るためにそろそろ行かねえとな。まっすぐ、自分の言葉は曲げねえ。私ら五影が勢ぞろいしているところに攻めてくるなんて、あんたらも運がなかったね。遅れたってばよ父ちゃん。待った、俺が科学忍具を使って放った術を全て吸い取っちまった。厄介だな。だったら話は早い。このまま術なしで腕ずくで締めさせてもらうぞ。だるいけど。仲間はすでにあの様だ。観念するんだな。まずい。もう遅い。キツネ。次はお前だ。終わらせようではないか。神に抗う知れ者どもよ。さばく。この一瞬で五影のみんな。やべえだろこれ。ここか。なるほどな。
さっきまでとは別物ってわけか。ただの化け物ってとこだな。化け物はお互い様だ。一丁教えてやろうぜサスケ。ああ、こっ、おのれ、とち、行くぞナルト。お、キュービーの化け狐め。スサノオの力を貸せ。よし、どうにか間に合ったぞ。片助けのおっちゃん、そいつはダメだ。我が科学リングでとどめを刺してやる。バカよせ。だが感謝するぞ、愚か者ども。地下なれの影縛り。そういうことだ、分かった。死ね。その時が来たら分かる。お前がやるんだ、俺ができると言っている。その言葉を信じろ。今だボルト。よもや届きもせんとはな。化させた真術、消える螺旋岩としてな。へえ、消える螺旋岩だって。これさえあればいくらでも。ボルト、螺旋岩は負ける気がしねえ。貴様か。あいつはまるでお前のようだ。そうか。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。